さん、さっき、はい、これいただいたじゃないですか。はい、実は奈緒さんと合流する前に、はい、一人視聴者合流企画をやってまして、はい、全く同じものをもらってました。そうなんですね。実はその方もね、愛知県の方で同じ袋っすよね、これ。同じ袋っすね。激ヤバです。もうね、これもう覚えましたよ、これ。ダブルユカリ。愛知だと大概いやもう多いっすね、やっぱ。もうそう、愛知の方はこれはもう誰でも知ってるっていうふうに言っていて。そうですね。いや、すいません、本当に。いや、はい。はい、シンです。本日はですね、ナオさんと一緒にちょっとドライブしに行こうと思います。ナオさん、よろしくお願いします。お願いします。ちなみにナオさん、はい、サンマルの後期は乗ったことがあるんですよね。サンマル、はい、後期はあります。そうですよね、はい。ちょっと久しぶりに、じゃあセルシオのテイストを軽く楽しんでください。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。あ、本当ですか。はい、一応パジェロはエンジンは何エンジンになるんですか。とディーゼルですね。はい、3.2 直四ですね。あれ直四のディーゼル、はい、一応これ V8 ですね、はい、ご存知だと思うんですけど、はい、の 4.3 という状態です。はい、走りますね、やっぱ。あ、違うですか、やっぱり。はい、でもやっぱりパジェロに比べて車体もそんなに重くないのかもしれないですね、こちら。 あれって重さはどのくらいあるんですか。重さ2トンちょっとありますね。ああ、じゃあ近いかもしれないですね。でもこれもちょうど2トンあるかないかぐらいなんで、うん、でもやっぱりあっちの方がちょっと重いですね。重いですね。いつもこんな感じで移動してます。なるほど。いや、本当乗り心地いいですね。ああ、そうですか。はい、ほぼノーマルのままっていうのが、はい、多分あると思うんですけど、うん、やはりね、例えばターボもついてないし、はい、うん、無理な、まあ、加速とかもないし、はい、でハンドルも割と切り角も深くて、うん、小回りが車体の割には効く方だと思うんですね。はい、なので一言で簡単に言うなれば、はい、癖がないっていうところで乗りやすさが多分生まれてるのかなって気がします。なので女性とかも割と運転しやすいって言いますね、みんな。うん、あ、そうなんですね。はい、ただ車幅がちょっとね、はい、うん、小さくはないんで、うん、そこだけなんですけど、運転自体は結構みんな楽ちんだねみたいな。うん、僕もそのカーシェアで初めてその305機乗った時に、はい、なんかもう全然その最初セダン乗ったことなかったんでどんな感じかなと思ったんですけど、はいはいはい、まあ割と違和感なくすぐに馴染めたというか。ああ、そうですか。はい、愛車遍歴みたいなのをちょっとお伺いしてもいいですか。愛車は、一番最初免許取った時に、はい、ホンダのフィットに1年乗りまして、はい、あ、さっき言ってたやつですよね。はい、お父さんが、うちのお袋が、はい、あのラジオの検証で出して、はい、お母さんが、はいはい、で当てまして。すごいっすよね。それラジオの検証で当たっちゃうって車初めて会いましたよ、俺。あ、僕もびっくりしました、本当に。で、その車を乗り、はい、で、その後に、はい、トヨタのボクシー。ボクシーに乗って、はい。はい、を、4年ぐらい乗りました。ボクシーも乗りやすいですもんね、いいですよね。乗りやすいですね、はい。で、その後、トヨタのハイエース。はいはいはい。それは3年ぐらい乗って、はいはい。で、今のそのパジェロが今5年目、ね。わー、すごいな。セダン、ないですね。ないですね。はいはい。はい、それでセルシオに乗ってみて、はい、セダンを、あ、こんな感じなんだみたいな、はい、初めて乗ったセダンがセルシオだったんですか。ウィンダムとかも友達に最近乗ったことはあるんですけど、そのそうですね、最近乗った中でやっぱセルシオが、なるほどなるほど、はい、一番最近ですね。ウィンダムもいい車ですからね。そうですね、うん、セルシオと似てるっすよね。はい、あと会社の車で、まあ、アリストとか。ああ、会社の車でアリスト。あの車有車で昔はあって、はい、ファンキーですね、その会社。アリストとあとプログレも乗りました、ね。ああ、プログレも、僕もプログレ結構乗ってました。はい、うん、プログレ乗りやすいですよね。乗りやすいですね。うん、そう、全然人気がなくて、あの車すげえ安くなってるんですけど、すげえいい車なんですよね。いいですね。へ、うん、あ、じゃあ全然セダンは知ってる中、はい、ちょこちょこ乗ったことがある中、はい、サンマル後期をカーシェアリングかなんかで、はいはい、乗って、はい、なんか違いってありました。
やっぱりまず乗った時に静かだなって思ったのが第一印象ですね。はい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 、静粛性。静粛性ですね。あとはその、まあ、その借りたのもエアサスだったんで、はい、すごいその乗り心地が良かったなっていう印象がすごいありました。そっか、その借りた時遠出したんでしたっけ？はい、京都の方に行きまして、はいはい、で高速も運転したんですけど、愛知県から京都へ。愛知県、はい、はい、そうです。割とあるんですよね、距離。結構ありますね。はい、だったらしっかり乗った感ありますよね。そうですね。そっか、車種によってはそのぐらいのロングドライブだと、はい、目的地に到着した時に結構疲れてたりとかするじゃないですか。はい、正常は割となんか僕疲れない車だと思ってるんですけど。そうですね、全然疲れはなかったですね。大丈夫だったですか？はい、おお。いや、30後期本当優れてるからな。しかも CC を優さすで、これは前期なんで、はい、シーケンシャルがついてないんですよ。ああ、うん、あとトランスミッションが、はい、後期は6速で燃費が少し、はい、良くなってるんですけど、はい、これ5速なんですね、あオートマで。そうなんですね。そう、そのぐらいの違いがあるんで、もしかしたらそのギアが1個少ない分、はいはい、最初のアクセルを踏んで初速ですよね、はい、その時の引っ張り感はこっちの方がちょっと強いかもしれないです。うん、なるほど。はい、シンさんって LS とかには乗られたこと、はい、確か台車で。そうですね、はいはい、LS とかだとまだ全然違うんですかね。そうですね、 LS はまだ試乗で、なんか本当にちょっとだけレクサスの試乗で乗ったことがあるぐらい、はいはい、うわ、それ試乗で乗ったこと、車好きですね乗ってますね、 ですね乗ってますね、はい、そう、慣れちゃうと、はい、どんな車もなんか同じじゃないですけど、はい、そう、似たところあるんですけど、うん、やっぱり僕個人的な感想としては、はい、セルシオの方が乗り心地はいいです。あ、そうなんですね。で、静かな気がしてて、うん、だけど LS の方が、はい、やっぱ最近の車なので、はい、例えば LS460 の前期とかでも、はい、まあ、割とセルシオに比べれば全然最近目の車なんで、あ、やはりどんどん中期後期に行くにつれてスポーツ仕様感が強くなっていくというか、はい、でもセルシオっていうのは、そういう LS の何ですか、ラグジュアリー的な、はい、そのベースがセルシオで、はい、それにプラススポーツモードがどんどん加わってきてるのかなって感じのイメージです。そうなんですね、はい、LS はなんか車体も一回り大きくなるんですね。あ、でかいです、でかいです、でかいです、はい。うちの近所にも LS の500のハイブリッド、はい、H が止まってるんですけど、はい、すげえでかいですもん。あ、そうなんですね、あれこんなでかいんだと思って、あ、かっけーみたいなでかいだけでちょっといいことみたいに見えるんですけど大きいのはいいことだみたいなでもセルシオの方が正直静かです、はい、あ、そうなんですね、はい、静粛性にこだわってるっていうのもそうなんですけど、はい、そのコストの問題だって、はい、まあ一説では言われてるんですけど、はい、その遮音材みたいのが結構無駄にいっぱい詰まってるみたいで、はいはいはい、あ、そうなんですか、はい、前にも視聴者合流企画で LS に乗って出てくれたキミズさんって方がいるんですけど、はい、その方もいや、セルシオの方が断然静かですねって、あ、もう LS のオーナーの方がもう言ってましたね。で、その方もその LS に乗る前は30の後期に乗っていて、セルシオに、はい、両方知ってる方がそういう風に言ってるんで、あ、そうなんですね、もうエンジンの音とかも全然セルシオの走ってる時静かだしっていう風におっしゃってましたね。でもやっぱりこのコンソール周りとかこのナビもちっちゃいじゃないですか、トリートなんで、やっぱそういうところだったりとか、あとはレクサスのデスク、はい、あの無線でつながるそのサービス、はい、はい、ああいうののサービスとかもう最新の車の方が行き届いてるものだったりとか便利なものはたくさんあるんですよね。そういう通信とか、はい、そういった、まあ、安全装備とかそういうのはもう進化が早いですよね、はい、早いですね。セルシオも当時はあったんですよ、セルシオのオーナーズデスクが。あ、そうなんですか、はい、でも途中からなくなりましたね。そうなんですか。でグレードによっては事故をした時にボタンを押すと救急車がそのまま飛んできてくれたりとかいろいろあったんですけど、そう途中から廃止になりましたね。そうなんですね、うん、でも今になってセルシオをやっぱり好きで乗ってる方っていうのを割と
まだいらっしゃるんで、うん、そうやっぱりね、そのレクサスがいろいろモデルチェンジしながらも新しいのがどんどん出る中、セレクションにこだわって乗ってる人の気持ちっていうのは僕的にも結構わかるところがあって、そうですよね、はい、でなかなかなんかその中古車でも、はい、もうなんかカスタムした状態でっていうのは結構出ると思うんですけど、そうですそうです、なかなかノーマルでってないですよね。そうなんですよ、うん、やっぱりね、だんだんやっぱ時間が経つにつれて弾数も少なくなってくると、はい、どうしてもやっぱりノーマルはないですよね。程度のいいノーマルっていうのがないですね。ないですよね。ノーマルでも結構仮走行というか、はいはいはい、走行距離行っちゃってるものはたまに安い値段であったりするんですけど、法人とかで結構使われてそうな、そうですそうです、そうです、はい、でもあと禁煙車がいいとか、はい、ワンオーナーの車の方がやっぱりいろんな人の癖がついてない車がいいとか、はい、いろいろこだわっていくと本当にだいぶ少なくなってきましたね最近は、うん、そうなんですね、はい、でも今ね、例えばあのドア1枚とか2枚、はい、もしも例えばぶつけて買えるとしたら、はい、セレクション1台その修理費で買えちゃうんで、ああ、それなんか事故動画もすごいなんか、はい、あの、はい、やり取り見てすごい大変だなって、はい、やめてーいやでもあれもね、賛否両論あるの分かっていて、はいはい、あえてちょっと出したところあるんですけど、はい、まあ、でもあの動画出したことによって、はい、その後すぐに事故を起こした方がいて、はい、あの動画を見ていたおかげで冷静に対処できましたとか、良かったですっていうような意見もあってね、あ、そうですね、ちょっとそれだけが救いです、うん、そうですね、あの時もだって普通に工場持ってって39万円かかってますからね、はい、であの最後の動画で、はい、なんか駐車場から出た時にこう、かま掘られたみたいな、はいはいはい、でその後になんかライブ配信かなんかで、はい、あれは過去の事故でっていう、そうですそうですそうです、あれ連続でまた事故起きちゃったのかなって思っちゃって、はい、そうそう、あれを家に持ってこようと思ってそう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 するとみんなね、なんかものすごい気分で動画を終えてくれるかなと思って、はい、なんかすごいモヤモヤした状態で終わるかなと思ってそうちょっとね遊んじゃいましたあれぶつかったよなって思って見てそうなんです、そうなんですであれをエンディングで最初入れようと思ってなかったんですけど、はい、入れたことによって、はい、自己系 YouTuber とかってコメント入りましたねもう消してやりましたけどバチッとあ、ちょうど放送中で凹凸がありますね、あ、そうですね、こういうところだと少しね、はい、扁平タイヤなんで、あ、うん、ちょっと衝撃来るんですけど、いや、エアサス感が味わえるかもしれないです、そうですね、でちなみにこのエアサスもスポーツモードってのがあるんですよ、はい、このスイッチ、はいはい、スポーツモードに切り替えると、はい、例えば回転数がトルクが上がるとかそういう機能は LS になってからじゃないとついてなくて、はい、これはさすがちょっと硬くなります、あ、うん、ちょっとその真ん中のボタンは、はい、ノーマルの状態と高くなる状態、はい、さすが、あ、そういうことですか、はい、車高がちょっと上がるんですけど、はい、本当数センチなんですけど多分3センチないぐらいかな、ぐらいなんですけど、はい、走りの環境に合わせてこのスポーツモード と、はい、ハイとノーマルモード切り替えることができます、はい、刺すだけなんですけどね、はい、もう全然あの押してください、はい、最初だったら、はい、うん、でも体感できるほどの違いっていうのはあんまり、そうですね、はい、なかなかいいんですよね、はい、高速道路とかの方が分かりやすいかもしれないですね、あ、そうなんですね、はい、ちょっと飛ばしてたりとかすると、うん、例えばスピードが速くて、はい、緩やかでもカーブを曲がってるとするじゃないですか、はい、そうすると車がロールするんで、はい、そういう時だともしかしたら分かりやすいかもしれないですね、そうですね、高速道路に乗って、はい、まあ、ちょっと、まあ、急いでる時とかは、はい、サスを本当にね、この一般道だと体感できないんですけど、はい、スポーツモードに切り替えて走ったりしてます、はい、あ、そうなんですね、はい、高速の継ぎ目とかでさすが柔らかいんでポヨンポヨンしちゃうんですよ、はいはいはい、あ、でもそのストロークを、はい、まあ、ポヨンポヨンするんですけど少し短くしてくれるんで、うん、はい、ちょっと走りやすいみたいな、そうなんですね、はい、なかなかついてる車少ないですよね、そうですね、でこれがまた LS とかになると、はい、スポーツモード、スポーツ
プラスモードみたいにちょっと段階がスポーツモードでもあるんですけど、はい、ノーマルモードとまたポヨンポヨンしてるそのラグジュアリーモード、はい、コンフォートモードっていうのがあるんですけど、はい、スポーツモードに切り替えると結構硬くなります。あ、もうその差は結構でかいですね。そうなんですね。でスポーツモードに入れるとアクセル踏むと普通のノーマルやコンフォートモードよりもバーンと回ってくれたりとかします。はい、だからもうそのラグジュアリーな走り、コンフォートな走りの LS のベースだけがあるのがセルシオっていう考え方が多分近いな感じがします。はい、ありがとうございます。ここでいいですか、ね、あ、もう全然全然、はい、ミラーがこれ動いたなって。あ、そう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 、あのバックするときに、はい、うん、見やすいように。あ、優しいですね。でもバックカメラついてないんで。ああ、ありがとうございます。はい、こんな感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。ここも光るんですね。あ、そうです、そうです。へー、すごい。そう、なんかね、そのウェルカム装備みたいなのが結構あるんですよ。ああ、いいですね。Don't get dressed if you don't get the next time.